こんにちは、ケイスケです。11月を迎えたパリの気温はさらに低くなって、しかも昨日までは連日雨模様でした。今日は薄い雲が出ていますが、久しぶりに見る青空です。今僕はパリから北東に向かって約100キロ先に位置する町ソアソンに向かっています。パリのシャルドゴール空港に向かう高速道路アンアンから北東に抜けていきます。パリを抜けて約1時間半後、僕はソアソンの町にやってきました。道路の左側、遠くに何か高い建物が見えています。どうもあの辺りが町の中心部のようです。それにしてもあのそびえ立っている建物は何なんでしょうか。標識に従って町の中心地に向かっています。中央に立つ石碑が気になりますが、ひとまず車を止める場所を探します。数分後、車を降りて川沿いに出てきました。ということで、ソアソンというところに着きました。こちらです。屋根に登って手を伸ばせば届きそうな、そんな雲の高さです。塔が見えるので、早速向こう岸に高い建物を見つけました。この橋の下にはエーヌ川が流れています。風が強いので寒いですかね、若干。最近ずっと雨が続いていたんですが、今日は久々に晴れましたね。晴れですね。今日気温は10度ぐらいかな。遠くから見えていた塔の正体はこちらの教会でした。ネオゴシックの教会です。古い感じですね。ちょっと扉が開いてないので中入りませんけど、こんな感じの教会です。再び橋を渡って先ほどの場所に戻っています。向こう遠くにまた別の高い建物が見えていますよね。この正面の向こう側ですね。さっき見えたやつ。先ほど見つけたもう一つの高い塔に向かっています。この街並みがすごくいいですね。これかな。風強いな。ですね、こちらですね。
これオテルドゥヴィルって書いてある。その手前右側に見えたのはこの町の市役所です。これも立派ですね。すごい古い感じがしますけど、この修道院の名前は7世紀に殉教した司教に由来しているそうです。この男性は1918年にこの町をドイツ軍から解放した人物だそうです。今僕がこの側面を見ていたのはこちらですね。後ろに下がらないと入らない。中は開いてないのかな。こちらです。あ、でもあの中段ぐらいにある銅像は上半身がなくなってる。これ開いてないよね。開いてないよね。いや開いてない開いてない。なんとなくですが開いてる気配がありません。開いてない開いてない。そもそも開いてないそう、ね、やはり開いていないようです。そのニュースに書いてある。こちらは中庭でしょうか。よく見れば博物館のようです。こちらにミューゼって言ってますね。当初市庁舎にあった博物館を1933年からこの旧修道院に開設し現在に至っているそうです。ところで今日は開園しているのでしょうか。サンレジェ。なんとなく見上げた空の雲は白さが際立っています。恐る恐るドアを押してみるとなんと開館していました。入館料5ユーロを払って中に進んでいきます。カバンの持ち込みは禁止なんだそうです。ということでロッカーに預けます。この町の考古学、郷土史、絵画の部屋を見終えてこれから旧修道院を見学します。先ほど外から見ていた回廊を進んでいきます。1139年に設立された修道院です。少しね風が入ってる。あ、あそこ入れるんですね。この先に地下聖堂、そして修道院と記されています。お、修道院のすぐ手前に地下室の入り口がありました。ちょっと入ってみようかね。こんな感じの場所ですね。で、1100年頃に建てられたロマネスク様式の地下聖堂は思っていたよりも広そうです。こちらは最近になって発見された鐘楼の機械仕掛けだそうです。かつてこの修道院は第一次世界大戦で砲撃を受けているんですね。再び階段を上って地上に出てきました。修道院の内部に入っていきます。あ、結構広い。あ、すごい。四方から差し込む光にまんべんなく照らされている修道院内部です。そしてこちらが13世紀前半に建てられたゴシック様式の聖堂と左右の浴楼です。この6つの段差がある新楼は16世紀に作られたそうです。側面と中央ですね。そして反対側。今僕はそちらの方からこの中に入ってきました。これもう一つあるカテドラルのこちらの横たわってる大きなものは2017年の暴風雨で破損したソアソン大聖堂のバラ窓なんだそうです。落ちてしまったやつをここに持ってきたようですね。
中はこんな感じですね。これも壊れてるな。彫刻みたいな。資料によるとこちらはもともとこの近くにあった修道院教会のオルガンケースにあったものが、フランス革命や大戦によって転々とし、最終的にこちらにたどり着いたようです。ということで、ちょっと待って、これカバンに入れないと。カバンに。とりあえず、その カテドラルの方に向かいます。この視聴者結構大きいですね。かなり立派な視聴者です。なんか高い建物が見えるはずなんですけど、見えないかな。これできるのかな。これどっち行こうか。あっちじゃないな、こっち行こう。とりあえずこちらに進んでいきます。マイク入ってるかな、心配だな。これテストしてくればよかった。まだやってないんだな。実は今回からカメラを変えたばかりなので、マイクに音が入っているのかとても気になっています。であっ、間違いか。ああ、あれだ。通りを抜けて左に曲がると大聖堂の塔が正面に現れました。白い部分って今修復工事してるんでしょうか。これなんだ。コレージュって書いてある。コレージュって逆走なんて書いてあるから男子校ですかね。ですね。あ、向こう側にもなんか高い塔が見える。これから訪れる大聖堂の向こう遠くに別の塔の先頭が見えています。渡ります。これ写真で実は見たんですけど、片方ないんですよね。向こう側にもう一個塔、向こう正面にそびえ立つ塔がさらにはっきりと見えてきました。ほら、手前の方の塔がない。現在のソアソン大聖堂は1176年に着工されたそうですが、フランスとイギリスとの間に起きた100年戦争などによって工事は中断を繰り返し、なかなか進まなかったようです。1479年4月25日、司教は未完成のまま大聖堂を建造しました。絵を描いて、絵を。そんな過去を持つ大聖堂を子供たちは無邪気に描き写しています。こちらが大聖堂の内部です。ステンドグラスの多彩な色調に彩られた光が差し込んだ大聖堂内部です。
ということで出ましょうか。のソクティというとこですね。に祝前なる大聖堂の中から出ると街の音に気づきます。なんか雨降りそうですよね。雲が分厚い。明日からまた雨が降るみたいです。わでもやっぱすごいな、これこの上の部分が片方ないってちょっと衝撃ですね。片方の塔を授かることができなかった大聖堂の真上を雲が流れていきます。ここにもなんかこの張り紙によると19世紀末靴職人として働きながら塔の頂上から町を監視していたル・パオンと呼ばれた大聖堂の番人は、はい、私は靴職人ですと言いながらここで栽培された豆を観光客に差し出していたそうです。ちょっとさっきの塔の方に向かいます。こっちの方だと思うんですよね。このねちょうど今見えないんですけどこの後ろの方にさっき見えてました。これで何だ、あ、これ以上とかこの学区ですね。2時間しかないのでちょっと急ぐな。あ、金がなかった。どっちだ、あった、よし。ちょうど太陽が正面にあるので眩しくて全然見えない。建物は見えましたがあそこまではもう少しまだ距離がありそうです。気温はそんなに高くないんですけど日差しが当たっているのでもうすごいですよこれ。ツトの葉があんだけ作ってすごいな。あまりにも光が眩しいのでちょっと日陰に入りました。これすごいな。75メートルの尖塔が空を突き刺す修道院です。とりあえず正面に行く前にこの後ろの方から見てみようかなと思って後方の方に向かってます。空が広いですね。おお、すごいな。この中世の建築様式を特徴とする修道院の後ろ姿はあまりにも衝撃的です。すごい。一旦外に出て今度は修道院の正面の方に向かっています。こちらが修道院の正面です。ゴシック様式の修道院は時の経過とともに様々な修復作業が行われて現在もその歴史的な価値を保っています。あ、入れるんですね、うん、何度見てもすごいなこれ。尖塔が75メートルに達することからしばしば大聖堂と間違えられる修道院は当初ロマネスク様式で建てられていたそうです。そこ入れそうなんですよね。ということでここに入ります。下も入れるのか、なんかあそこも空いてるから多分入れるんだと思います。まずこっち入りますか。こちらが内部の様相です。ご覧の通りゴシック様式の特徴であるアーチと細長い柱が見られます。ちょっとその下も行ってみますか。ちょっと雲行きが少し怖いですけど、赤い扉を越えて階段を降りていきます。先ほどの真下です。
こんな感じになってます。こちらがその地下内部の様子です。この下のさらに奥に進んでいきます。ちょっと結構暗いな、これカメラ映んないかな。そこ行き止まりですね。じゃあ見ますか。再び階段を登って地上に出てきました。何度見てもすごいですね。この後ろを通れるようにそうですよ。ちょっとこちらあれですね、トイレがちゃんとしてるんだ。カメラが出てる。さっき車で通った噴水のところが、あれ噴水じゃないの、あっち街中ですかね、なんとなく。先ほど車で通った交差点のところまでやってきました。こっちが多分中心地なんですね。結構あれですね、古い街並みがしっかり残ってますね。これとかかなり相当古いんじゃないですか。古い町並みが残る市街地です。そこにも変わった形のなんか先が尖ってる建物がありますよ。町はね、結構臭いんですよ、建物の感じが。こちらの亀の甲羅のような建物は世界大戦による破壊を奇跡的に逃れたソアソンの屋根付き市場です。1911年に建設されています。おお、すごい立派ですね。やっぱ作りがかなり。先ほど訪れた大聖堂の後方です。記念碑、慰霊碑かな。あ、でもなんか兵隊さんの像があるから。こちらはロマネスク様式で建てられたローマカトリック教会だそうです。なんかそこに残骸みたいなのがありますよね。何かの跡地ですかね。よく見れば歴史的建造物のロゴがついています。こちらはかつて存在した修道院の一部だそうです。正面の方に、この慰霊碑は1918年の第二次マルの戦いで戦死したイギリス軍約4000人を弔っているそうです。同年11月11日、4年以上にわたった悲惨な戦闘は数百万人の犠牲者を出した後幕を閉じました。こちらは休憩で寄ったカフェの店内です。こちらがこのお店のキャフェグフモンです。かつて町にあった22の教会のうち現在無傷で残っているのはたった2つだけだそうです。今回はノルマン人による侵略、宗教戦争、フランス革命、そして第一次世界大戦など多くの侵略と荒廃にさらされてきた町ソアソンを訪れてみました。今後の皆さんのパリ旅行の参考になれば幸いです。ご感想をお待ちしています。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。